はい、こんにちは。今日はね、日産キックスの見積もりを紹介したいと思います。2020年6月30日に発売された日産キックスですね。ちなみにこの、値段乗っちゃってるんですけど、見積もりが出たのは発売日より前の6月19日にもらっております。まあ、内容の方を見ていこうと思います。キックスの、種類っていうのは2つしかないのかな。E パワーなんですけど、その中でも、ツートンインテリアエディションっていうのと、あと、普通のやつかな。これは E 方かな。ちょっと中のね、シートが変わってたりするんだよね。オレンジタンっていうのかな。中オレンジっぽい感じの、シートになってて。で、寒冷地仕様、インテリジェントアラウンドビューモニター、ルームミラーもついてますね。で、オプションの方が、ガードコスメ、これはコーティングですね。あと、ウィンド撥水、ナビレコお買い得パック、ベーシックパック。ベーシックパックっていうのは、バイザーとか、フロアマットとかそんなやつですかね。ETC 2.0のセットアップということで、付属品が結構してんな。45万。ナビが高いんですよね。まあ、ナビレコお買い得パックの中に ETC とか、ついてるのかな。で、諸費用関係を合わせていくと、こんな感じで諸費用を乗って、お支払い合計金額、ちょっとくらいかな。363万1875円ということです。高い。すごい高いと思います。で、発売したばかりでね、ちょっとセールスの方に聞いてみると、まあ、この金額でも値引きは一切ありませんと、ゼロですという話です。ちなみに納期の方も、まあ今これ動画撮ってんの7月の終わりくらいなんですけど、もうちょっと前、7月の半ばくらいかな、もう今頼んでも、納期の方は来年の、3月春、3月から4月くらいになるんじゃないかということで、どんだけ待たせるんだよと。半年じゃ効かないよね。半年7ヶ月、8ヶ月とか待たないといけません。それにはちょっと理由があってね、作ってる工場が日本ではない、タイの工場で作ってるのかな。ってことで、ちょっとそっちから入ってくんのに時間かかるってことで、もう初回生産分みたいなのはもうはけちゃってる感じなんですかね。で、値引きも一切なくて、この値段360万。でも他の車で、値引き聞くと、本当になんか、なんでこれオプション関係45万ついてんのに値引きないんですかと言ったら、もうなんかね、そもそも車両の値引きっていうのはないとかって言うんですよ。他の車でも車両自体の値引きありませんって言い切って、で、まあオプション関係のとこから引いてるような感じで言ってたのに。ね、この車に関してはオプションが45万ついてて、ね、車両はゼロっていうのは分かったけど、オプション45万ついてて、それでも値引かないってどういうことよと、心の中で思いながら、まあちょっとした愚痴みたいなもんですよね。まあサービスでちょっとね、なんか、ちょこっとどうにかならんのかなと思いながら黙ってましたけど。まあ、新しい日産キックスですね。360万買う人いるんですかね。ということで、まあちょっとした愚痴みたいな感じになっちゃって、あれですけど、まあ買われる方もいるんでね。まあ、車自体は実際見て、まあかっこいい感じで、なんか乗りやすそうだなっていう、実際運転席に座って試乗とかはしてないんですけど、まあ車自体はいいものだと思うんで、まああとは値段がね、そのうちこう何年かして、値引きとか大きくなってきたら、購入もちょっとね、
視野に入れてみたらどうでしょうか。ということで現状の感じだと、値引きは一切なく納期に、8ヶ月とかかかりますんでね、買われる方は、そこら辺ちょっとね注意して、考えて購入してみてください。それでは、日産キックスの見積もりを紹介してみました。